電気グルーブは日本のバンド。1989年に結成され、テクノ、エレクトロを中心とした独特の音楽性と破天荒なパフォーマンスが特徴。世相を風刺した作品が多く、1990年代のサブカルの担い手でもあった。日本国外向けに電気グルーブの表記を使用することもある。主な略称は電気、電磁軍団、 デングルなど。1989年4月に解散した人生の、ボーカリスト、石野卓球、ピエール滝、若王子ミミットを中心に同年結成。1990年、アルバム、662BPM by DG で、インディーズデビュー。その後、1991年にシングル、リズムレッドビートブラック、TMNVS 電気グルーブで、メジャーデビュー後、アルバム、 フラッシュパパで本格的にデビューした。シングル NO やシャングリラなどのヒット曲で知られる。初期の2年間は比較的メンバーの入れ替わりが多かったが、続く8年間は結成以来の石野と滝に砂原義則を加えた3人で活動し、安定した人気を築いた。砂原の脱退後は2人での活動が続いている。ディスコやテクノポップ、 ダンスミュージックからテクノ、エレクトロニカ、アンビエントまで幅広い電子音楽の衣装を音楽的特徴としている。結成当初はボーカルスタイルにラップの方法論を取り入れていたためヒップホップグループに分類されることも多かったが、1993年のアルバムフラッシュパッパメンソールのリリース以降、より純粋に電子音楽を主体としたスタイルへと移行する。また、 日本国内での活動と並行して1995年にベルリンの MFS レーベルからシングル2をリリースし、以降はメーデーへの参加など外国でのリリースやライブ活動も精力的に行う。シュトックハウゼンの光で見られるようなぶり物をメンバーが行うことも活動初期からあり、電子音楽の先人へのリスペクトが見られるのも特徴の一つである。 一方、前身となったインディーズバンド人生に代表されるかつてのナゴムレコード周辺のナゴム系バンドに見られるユーモア、ジョーク、パロディ、ギャグによって真意を隠すスタイルも受け継いでおり、主にコミックソング系の楽曲に見られる得意な歌詞とパフォーマンス、発言の数々は音楽性と並んでサブカルチャー的な支持を集めている。一方で、石野が 細川文江や篠原ともえをプロデュースした、才の可愛らしい歌詞や、最高売上記録を持つシングルにして、唯一のラブソング、シャングリラなどの普段とは、方向性が異なる表現も存在する。メンバーは、ソロ活動も並行して行っており、石野は前述の篠原ともえのプロデュースや、世界最大規模のレイブラブパレードでの DJ プレイ、ゲーム作品の BGM なども制作。 砂原義則は在籍中にリリースしたソロデビュー作、クロスオーバーが非常に高く評価された。滝は映画、ステレオフューチャーや、ローレライで重要な役柄を演じたり、漫画雑誌、週刊少年チャンピオンで連載していた、受海少年ズーイチの漫画原作を担当するなど、タレント業、映像面で活動した。この他にも、リハーサルまで参加した、吉澤 人生の結成メンバーで東京発ライブのみ参加した、KF 都市など一時的に在籍したメンバーも複数存在する。なおサポートメンバーである DJ 田坂鏡渡辺隆アグラフに関しては、電気グルーブと関わりの深い人物の項目で、講述する。人生解散翌日の1989年4月27日、電気グルーブは、 発大駅近くのデニーズ日清熟店で石の卓球とピエール滝を中心に結成された。シングルその他のシングルオリジナルアルバムベストアルバム、その他のアルバム電気選曲ものや彼らの書き下ろし新読曲を収録した企画版などから主な作品を紹介。電気グルーヴのオフィシャルファンクラブ。入会特典として会員賞と年数回発行される開放が配られるが、 会員賞は特製 CD シングルがその役割を果たしているのが特徴である。その CD でしか聞くことができない特別音源とファンクラブの連絡先のナレーションが収録されている。この会員賞は入会時にしか発行されず定期的に内容は更新されている。その全てを入手することは困難である。電気グルーブ内では11月17日を鬼日と制定している。 1990年11月17日、イギリスのマンチェスターで制作された、ファーストアルバム、フラッシュパパレコーディング中、収録曲、カフェド、鬼の滝の担当パートである、鬼、鬼のテイクになぜか何度やっても OK が出ず、数十回にわたり、延々と、鬼と言わなければいけなかったエピソードに由来する。以来、滝が、 今まで生きてきた人生の中で最も鬼という言葉を口にした日として、この日を鬼日とした。この時のプロデューサーはヒップノトーンのトニー・マーティンが務めた。毎年この日に公式ウェブサイトが記念仕様に更新され、2016年にはこの日にちなんで公式 YouTube チャンネルよりカフェデキのミュージックビデオが公開された。電気グルーブや 関連作品などをつなぐ一種のキーワード。もともとは、石野と滝が高校時代に制作したテープに由来する。石野と滝の共通の友人 H を石野の自宅に招き、彼と面識のない突っ張りで、コア表の先輩を同席させ、H に罰ゲームやヨガなどの無理難題を強要させた。その際、ちょうど足を頭の後ろに上げるポーズを取らせた時 あまりにも無理な姿勢だったため、突如 H の口から悲鳴ともうめきともつかない声が漏れた。それがピグである。あくまでもこれは身内でのドッキリ企画のようなもので、後日 H にもことの説明と了解があったらしい。この一部始終はラジカセで録音されており、当時の電気グルーブの全身バンド、人生のライブでも流された。1992年には、 オールナイト日本で多で滝も参加した後日談的第2弾のテープと共に放送。1996年5月には田中文也のレーベルアンタイトルドのコンピレーションアルバムアンタイトルドアブストラクトセット2にピグ1985というタイトルでこれまで未発表だった部分も含めた内容が CD 化された。以後、電気グルーブ周辺の関連作品ではこの キグ1985からのボイスサンプリングが頻繁に行われることとなった。具体例としては、電気グルーブの何とも言えないわびしい気持ちになったことはあるかいスコーピオン、エジソンデなどの楽曲、田中文也によるフードラムの、ハイロー、篠原ともえ、くるくるミラクル、コーネリアス、ムーンウォークなどがある。アルバム、バックスでは、 実際に収録はされなかったが、滝が来ないというタイトルで、ピグのテープからのサンプリングで構成された楽曲が、制作されていたことが、当時のインタビューで語られている。その他、電気グルーブプ,プロデュースによるプレイステーション用ソフト、グルーブ地獄 V でも音源が使用されている。電気ごとは、電気グルーブの楽曲の歌詞や、電気グルーブのオールナイト日本内で石野のと、 滝によって交わされた会話の特徴的な単語やノリ、番組の各コーナーで生まれた独特のテイストを含んだ会話や文章を指す。電気喋りとも、特に石野の果たした役割は大きく、当時多くの番組リスナーたちが影響を受けた。案一部当時、個人で電気語辞典を作成して番組宛に送りつけた女性リスナーがいたが、彼女こそ後にニュースステーションで、 お天気お姉さんを務めることになる犬井君子であった。主な電気語、ありがとうございます。